英海軍発の装甲隊巡洋艦、シャノンデモイン90巡洋艦対コンデロガ級、ミサイル巡洋艦巡洋艦は、遠洋航行能力、速度等を生かした攻撃力を持たせた軍艦の艦種ただし定義は国や年代によって異なる。小ネ時代の軍艦は、微砲数による等級と、想定任務による艦種によって類別されてきた。一般的に、 二層以上の法律艦班に64門以上という多数の艦砲を備えた艦によって単獣人の戦列を構成して砲撃戦を戦うことからこれらが戦列艦と称された。一方、これより小さく法律艦班が単層で微砲が20から50門程度の艦はフリゲートやコルベットと称され艦隊決戦の補助や通称破壊、沿岸警備などに当たっていた。 またさらに小さい当該艦として、スループや砲艦、カッターやスクーナーなどがあった。クルーザーの元になった、クルーズという単語は、ラテン語で十字架を表す、クルクスに由来し、海上を、ジグザグ航行することを、オランダ人が、クルイゼンと称していたのに倣って、17世紀、イギリス人が、敵船を探し求める軍艦のジグザグ航海を、クルーズと称するようになったとされる。すなわち、 当時は、艦視というよりは、作戦行動を表す単語であり、例えば、イギリスで1708年に制定された、巡洋艦、戦列から離れての単独任務という性格から、フリゲートやコルベットが投入されることが多かった。また、1860年代の南北戦争の際には、南軍は13隻の武装船を、通称破壊に投入したが、これらは、クルーザーと称されていた。 この時期には、白洋蒸気機関が普及し、規範船の時代となっていた。南北戦争での経験を踏まえ、アメリカ海軍は蒸気フリゲートの速力向上を図り、1864年にはワンパノアグを浸水させた。また、イギリス海軍は、1868年、設計思想をさらに進めて、船体を鉄製とするとともに、原則に石炭庫を配置して、 空間走行としての機能を持たせたインコンスタントを建造した。当時、まだ監視故障として採用されてはいなかったものの、考古的にはイギリス巡洋艦の講師として評価されている。このように歩から推進機に変わっていく流れの中、搬送に基づく従来の類別法とは異なる名称が望まれるようになり、イギリス海軍では1875年浸水の シャノンを端緒として、巡洋艦という監視故障が使われるようになり、1878年には、既存のフリゲートとコルベットは、巡洋艦に類別変更された。フランス海軍でも1882年浸水の、防番は、巡航鋼鉄艦と称され、フリゲートの名称は使われなくなっていった。総甲隊巡洋艦の先駆者、クニアージ・ポジャールスキー元来、漢方では、 沿岸要塞に対抗できないのがセオリーとされていた。しかしクリミア戦争でフランス軍が実戦投入した装甲を浮き放題が要塞攻撃を成功させたことで状況は一変した。この戦訓を踏まえてフランス海軍が1859年に浸水させたラグロワールとこれに対抗してイギリス海軍が1860年に浸水させたウォーリアにより世界の海軍は 装甲艦の時代に突入した。これらの装甲艦により攻撃された場合、要塞の優位性は盤石とは言えなくなっていた。鋼鉄艦、蒸気船時代の到来とともに、増収、補給を担う基地を世界各地に維持することが重要になっていたことから、各国海軍の県外艦隊はこれに対抗する必要が生じた。このことから、イギリス海軍初の巡洋艦である、シャノンなどは、 水戦部に帯状の装甲を施しており、装甲隊巡洋艦と称される。またこれに先行して、1870年にロシア帝国海軍が巡航させたクニャージ・ポジャールスキーは、世界で初めて水戦防御を施した軍艦と称される。しかし、特に英艦は、装甲艦の延長線上の設計思想で、建造されていたために巡洋艦として、 必須の紅葉性能が低い傾向があったほか、防御重量の増大を避けるために、装甲体の幅を極端に圧縮した結果として、排水量が計画値よりも増えると、装甲部分が容易に水没して、意味をなさなくなるという問題があった。このため、イギリス海軍の装甲体巡洋艦は1884年度計画のオーランド級が最後となり、以後は防護巡洋艦に移行した。 一方、当時、第2.3の海軍国であった、フランスやロシアは、推薦武装甲を持つ、巡洋艦を重視し、建造を継続した。特に、ロシアが1875年に竣工させた、ゲネラルイコールアドミラールは、装甲隊巡洋艦というよりは、むしろ世界初の装甲巡洋艦として評価されている。装甲艦の影響を受けた、装甲隊巡洋艦と対照的に、 高速警戒なフリゲート、通報艦を母体にした、非防護巡洋艦も建造されていた。これらの艦は、通称破壊や、商船護衛、全路障害や、植民地警備といった、様々な任務に投入されていた。また1884年度で、イギリス海軍が建造したスカウト級のように、水雷攻撃を意図した、水雷巡洋艦の任務を帯びた艦もあった。しかし、 巡洋艦としての設計であったため尖閣重量、課題であり、また軽量大出力の適切な機関が得られなかったことから初期の速力を達成できず、その後の進化につながることはなかった。防護巡洋艦の防御計画を示す略式断面図。赤線は装甲部分。灰色部分は同じく防御区画として用いられた石炭庫。防護艦板は 斜めの部分において最も厚くなっている。もともとイギリス海軍ではインコンスタントに見られるように石炭庫を空間装甲のように配置することで防御に利用するという設計思想があった。1876年度計画のコーマス級ではこれに加えて機関部と弾薬庫の髪型に相当する部分の艦装甲板を走行で覆う防護甲板の手法が導入された。 そして1880年度計画のリアンダー級では、水平に近い弾道で艦内に突入した砲弾に、対する左軽視を配慮して、防護艦板にそりを持たせて、喫光型とした。装甲体のような、重く高価な垂直防御と比して、このように、水線部より、若干下方に防護艦板を設ける水平防御の手法であれば、比較的軽い重量で、かつ、 重心の上昇も抑制しつつ、艦の防御力を向上させられると期待された。そして1883年には、チリ海軍がイギリスのアームストロング造船所に発注していた巡洋艦エスメラルダが浸水した。同艦は搬送を全廃するとともに、従来は数曜部のみに設けられていた防護艦板を艦の全長にわたって装着するなど、防護巡洋艦の原型となった。 特に装甲隊巡洋艦に限界を感じていた。イギリス海軍はこの艦首に着目し、これに反を取ったマージー級を端緒として多数を建造し、シーレーン防護のため世界各地に配備した。しかし1880年代後期以後の速射砲の普及は防護巡洋艦に破滅的な影響をもたらした。防護巡洋艦では、船体内の艦数用部は、 防護甲板の下で守られており、上部構造物については、ここに浸水が生じても隔壁により防止できるという、目論みから無防備にさらされていた。しかし1894年の公開回戦では、短時間に大量の榴弾を投射された結果、関数用部が直撃弾を受けずとも、飛走後部が徹底的に破壊されて、戦闘能力を喪失する例が多発した。 この戦訓から垂直防御を持たない防護巡洋艦の価値は急激に衰退した。装甲巡洋艦の断面、赤が装甲、灰色が防御区画としても用いる石炭庫。水線部原則に装甲を有する防護巡洋艦の戦術価値低下とともに防護巡洋艦の内大型の艦では再び垂直防御の導入が図られた。これが 装甲巡洋艦であり、その端緒とされるのが、フランス海軍が1890年に巡航させた、デューピュイドロームである。また、上記の通り、ロシア帝国海軍が1875年に巡航させた、ゲネラルイコールアドミラールは、その先鞭をつけたものとして評価されている。かつての装甲隊巡洋艦で断念された、広範囲の装甲と公用性能の両立を、 実現した背景の一つが、成功技術の進歩であった。この時期には、ハーベイ校やクルップ校のように、対弾性の高い装甲用鋼班が開発され、従来の普通校より薄い装甲板でも、初期の防弾性能を発揮できるようになっていた。しかし、それでも、なお、装甲重量の抑制のためには、防弾性能の妥協が必要であり、中口径速射砲に交換する程度に止められた。 この結果、官方の対抗経過に伴って、装甲板の厚みを増すことができず、時間の手法に耐えられない防御力を持つ軍艦として発達していくこととなった。これらの走行巡洋艦は、通常の巡洋艦と同様に通称破壊や、商船護衛、全路哨戒や、植民地警備といった任務に投入されていたが、19世紀末、内市20世紀初頭には、さらに、 これを巡主力艦として位置づけて、同種艦数隻で戦列を構成して、戦艦部隊と共に行動する運用法が生じた。日本海軍の66艦隊計画も、主力艦として、戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻を整備する計画であり、日露戦争の日本海海戦にも、主力艦として投入されている。さらに、装甲巡洋艦の攻撃力を戦艦に、 匹敵するほどに増大させたイギリスのインビンシブル級大型装甲巡洋艦が1908年に竣工した。これは戦艦ドレッドノートの影響を受けた単一後継巨砲,砲搭載艦であり高速力であったが防御力は従前の装甲巡洋艦と同等であった。この種の艦は後に巡洋戦艦と類別されるようになった。しかしこれらは 攻撃力に比して弱体な防御力という弱点を有しており、特にこれが顕著だったイギリス海軍の巡洋戦艦は、ユトランド沖海戦において砲塔への直撃弾によって瞬時に合沈した艦もある。大型防護巡洋艦が装甲巡洋艦に発展する一方、中型防護巡洋艦は淘汰され、小型防護巡洋艦は高速化によって、新時代への適応を図ろうとした。 これに応じて建造された艦種の一つが偵察巡洋艦である。これは当時発達していた駆逐艦を共同する小型、高速の巡洋艦であり、駆逐艦に匹敵する高速性能が求められたことから、基本的には駆逐艦を拡大した船型となっているが、巡洋艦としての設計も求められたことから、防護艦板が設けられた。しかし燃料が重油に移行していく。 流れの中、炭鉱による防御は意味を失いつつあった上に、駆逐艦の拡大型としての小型の船体は対抗性に欠け、おまけに駆逐艦の速力向上にも追随が困難となっていた。このため、イギリス海軍での偵察巡洋艦の建造は1911年度で終了した。アリシューザ級、軽巡洋艦の始祖と評される。偵察巡洋艦の経験を踏まえて、 その速力性能を維持しつつ、火力を強化し、また、県外任務にも投入できる、洋館型を拡大した艦として開発されたのが、軽巡洋艦である。アメリカ海軍では1904年度計画のチェスター級、イギリス海軍では1908年度計画のタウン級ですでにその方ががある。そしてイギリス海軍が1912年度計画で、建造した。 アリシューザ級が軽巡洋艦の始祖となった。同級では、タウン級の途中から採用された水戦走甲隊を踏襲するとともに、駆逐艦用機関の導入によって、速力をさらに向上させ、ウィンストン・チャーチル海軍大臣は、同級について、真のライトプリテクテッドクルーザーとなった、と称した。また、同時期に、ドイツ帝国海軍は、マクデブルク級、 オーストリア・ハンガリー帝国海軍もアドミラル・シュパウンと類似した艦を建造した。1930年に調印されたロンドン海軍軍縮条約では方向計6.1インチ以下の巡洋艦がカテゴリー B と定義されており、これを軽巡洋艦とする故障が一般的となった。従巡洋艦、ブルヒハー1922年に調印されたワシントン。 海軍軍縮条約では、主力艦とされていた戦艦の質と量に制限が課せられた。この時の規定では、排水量1万トン未満、方向計8インチ以下の水上戦闘艦は制限を免れた。このことから、この制限内の艦を多数建造して、これを順、主力艦として位置づける動きが生じた。これが条約型巡洋艦である。その後、 1930年に調印されたロンドン海軍軍縮条約では、合計6.1インチを超える方を持つ巡洋艦がカテゴリー A と定義されており、これを重巡洋艦とする故障が一般的となった。ロンドン海軍軍縮条約の制約を受けて、巡洋艦建造の主力は次第に軽巡洋艦に移行していくことになった。条約が執行した後も、 イギリスやフランスは、重巡洋艦よりは、軽巡洋艦の建造を優先した。しかし、日本やアメリカ合衆国、そしてそもそも条約に縛られなかった、ナチスドイツでは、条約型巡洋艦よりも大型、強力な重巡洋艦が建造されることになった。アメリカとイギリスでは、それぞれ1943年頃より、艦隊空ミサイルの開発に着手しており、対戦末期に、 日本軍が行った特別攻撃の脅威を受けて開発は加速していた。アメリカでは1944年に開始されたバンブルビー計画を基本として開発が進められており、ここから派生した駐車艇型のテリアは1948年本命と位置づけられていた、長射程型のタロスも1950年には試策に入った。初の心臓ミサイル巡洋艦ロングビーチ。 アメリカ海軍において、これらのミサイルは、まず既存の軽巡洋艦、重巡洋艦への回収によって装備化されることになり、1952年度予算で、ボルチモア9重巡洋艦2隻がテリアを搭載した、ボストン級として改装されたのを端緒として、順次に改装が進められた。また、並走のミサイル化と同時に、機関の格動力化も図った、ロングビーチも建造されたが、 巨額の建造費が災いして、同系艦は建造されなかった。また、特にテリアは、より小さい駆逐艦ベースの船体でも、十分に収容できることが判明したことから、巡洋艦への改装はそれ以上行われないことになり、代わって駆逐艦を拡大したミサイルフリーゲートの整備が進められた。しかしこのミサイルフリーゲートはどんどん大型化、有力化していったこともあり、 1975年の監視再編の際にミサイル巡洋艦と解消された。また1978年度のタイコンデロガ級はスプルーアンス級駆逐艦をもとにイージスシステムを搭載するよう設計を修正したという経緯もあり、当初はミサイル駆逐艦として類別されていたものの、結局ミサイル巡洋艦に類別変更されている。一方、ソビエト連邦海軍では、 1956年より誘導ジェット兵器を備える駆逐艦の開発を進めていたが、巡洋艦を失うことを憂慮した海軍上総部への配慮から、これは1960年代に入って58型ミサイル巡洋艦と解消され、ミサイル巡洋艦の行使となった。アメリカ海軍のミサイル巡洋艦が艦対空ミサイルを主兵装とした防空艦であったのに対し、 これらのソ連海軍のミサイル巡洋艦は、むしろ艦隊艦ミサイルを主兵装として、対水上戦を主任務としていた。また運用者自身は、ミサイル駆逐艦と類別していても、外部観測筋によって、ミサイル巡洋艦と類別されることもある。例えば国際戦略研究所では、満載排水量9750トン以上の水上戦闘艦を一律に、 ミサイル巡洋艦としており、海上自衛隊のアタゴ型護衛艦、マヤ型護衛艦、大韓民国海軍の清掃大王級駆逐艦や中国人民解放軍海軍の霊語語、型駆逐艦はミサイル巡洋艦として扱われている。ありがとうございます。